千代田区立九段中等教育学校は、東京都千代田区区段北二丁目にある、公立中等教育学校。校舎は二つに分かれており、1から4年生がいる九段校舎が九段北二丁目に、あり、5、6年生がいる藤見校舎が藤見一丁目にある。九段校舎が主であり、所在地もこちらを使用している。旧制第一東京市立中学校を期限に持つ、 東京都立九段高等学校を前身とし、東京23区の区立初の中高一貫校。高校課程の学問を教授する教育施設で、区立なのは全国でも同校のみである。教育目標は、知性、感性を磨き、豊かな創造力を培う。心身を鍛え、自主自立の精神を養う。主体的に、社会貢献する意欲と態度を醸成する。 おじくにして、豊かな、心地の創造としている。よさの鉄管が作詞、山田工作が作曲した取筑団高等学校の、校歌に手を加えたものを校歌としている。入学試験は、千代田区在住者の A 区分80名と、区外の B 区分80名がある。A 区分で受験するには、受験の前年の4月1日現在に、千代田区内に住所を有しており、6年間居住する。 ことが条件となる。球団中等の開校により、それまで低かった千代田区立の中学校への入学率が上昇した。ビーク分で受験するには、都内に住所を有していて、入学後も引き続き卒業まで都内から通学することが条件となる。大正13年に開校した第一東京市立、中学校から続く歴史と伝統は、この上もなく大きく、 この上もなく強く、しかも正しいという、次第、のりたかの精神として、東京都立九段高等学校を経て、現在の千代田区立九段中等教育学校に引き継がれている。第一、東京市立中学校初代校長の成田千里は、特待三位一体の新教育を理想とし、対象デモクラシーの寄付を引き継ぎ、他校とは一線を画した、独自の自由、かつ、 死大層に代表される出実冒険な興風を生んだ。制服は、不実語中などとともに、当時としては、画期的な背広であった。国立栄養研究所の指導の下で、学校給食が出されていた時期もあった。進学面では主に旧正一校へ、多数の進学者を輩出した。幸風や行事、伝統などを引き継ぐことを約束に2006年に、中高一貫校化。 2019年度現在、全学年が適正検査を経ての入学生である。千代田区には在外交換や大手企業、大学、観光庁が集中しており、その地域性を生かした球団自立プランが実践されている。6年間の一貫したキャリア教育であり、コミュニケーション能力や情報活用能力を養うことを目的とする。学習内容は都市文化、 環境、福祉、伝統文化、国際理解など多種多様で中東五連時にはその集大成として卒業研究に挑む。部活動の数は徐に増加している。平成30年度現在活動を行っている部活は以下の通り。なお部活動ではないが、球団ではディベート活動が盛んであり、2019年度には中高ともに全国大会に出場している。 皇帝、校庭来賓用駐車場あり、ありがとうございます。